かも残り2席の敵チームで2席とも私を狙ってるからね。他の味方は何やってんだよ。修学旅行にでも行ってんのか。行くわけねえだろ修学旅行。どうも皆さんこんにちは。重曹を舐める天才子役の霊夢です。お前は泥水でもすすっとけ凡人老人。開始早々無理やりな悪口盛り込んできた。ということでどうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンゴーシップス。今回はどんな企画の動画なんだ。今回は日本の賃上げと減税の対立的な意見について解説していこうと思うよ。そんな話題このチャンネルにとって荷が重すぎる。そしてその話が回り回って、まず最初に使う艦艇が CGX って話になるんだけどね。地球何周分になればその話に繋がるんだ。ということで今回は無課金編成の企画をやっていきます。つまりは今回の編成は全てドル装備ってことだな。ちなみに今回は駆逐艦と巡洋艦と強襲空母それぞれ使っていきますのでお楽しみに。ということで今回の CGX の編成は対艦火力に意識を置いた編成になります。まず基本の対艦ミサイルは日本の40式にしておいて、最低限の対空として SM6 を装備しておきます。もし爆撃機に接近された時にはギリギリ対応できるな。そして主砲は以前紹介したコアリティア。この主砲は以前にも紹介したけど課金装備を含めても DPM が高いんだよな。自動艦砲は DPM が高くて長弾もしない HPJ でいきます。これはかなり人気な自動艦砲だな。防空は射程を意識してシーラムにします。最後にヘリを対空要員のオスプレイにして今回の編成は完了。ただ実際のトコピア2のヘリだからすぐ撃墜されるし、おとりとしての使い道くらいしかないかな。ちょっと待って、それどういうこと。あと今回の無課金編成の動画を見てる人が一番気になってるってことって、やっぱり無課金編成がどれだけ強いかってことだよね。そりゃ無課金で楽しんでる人もいっぱいいるからな。実際のトコ課金額動向よりも勝つために一番大事なのは通信速度です。さすがつい先日まで1G 回線でプレイしてた人間が言うことは違うな。ショルダーホンの企画じゃねえか。ということで攻撃が命中して無事ポートロイヤルを撃沈しました。余計な画像のせいで見えなかったけどな。誰が余計な画像や。お前喋るんかい。その後なんやかんやあって敵空母リアノフスクのところまでやってきました。どうやら周りに遮蔽物も何もない場所にいるようだな。敵艦は完全に孤立状態で、なんだか私の義務教育期間を思い出しますね。何その悲しい話。そんなこんなで無事ウリアノフスクを撃沈。ナイスキル。そしてラストは絶妙なタイミングで浮上してきた敵艦にミサイルが命中。無事この試合勝利しました。ラストは敵艦の浮上自殺みたいなもんだったな。何そのパワーワード。それでは2戦目やっていきましょう。ということでやっていきましょう。2戦目。2戦目に使うのは DDGX だな。名前に X がついてはいるけど X ジャパンとは関係ないので勘違いしないように。誰も勘違いしねえよ。ということで戦闘開始する前に今回の編成紹介。もちろん今回も無課金編成だけど、視聴者のみんなが飽きないように編成の方向性を変えてあるので感謝してください。厚かましいわ。ミサイルは基本的に対艦重視で40式を使いますが、 DDGX には3連のミサイル枠もありますので、こちらはレーザー誘導ミサイルでいきます。その方がおとりミサイルにもなるし火力も出るからな。地方は1戦目と同じように DPM 重視でコアリ魚雷は発射した後に敵が隠れる可能性を下げるために弾速重視のブラックシャークでいきます。速度の出る魚雷だからな。そして自動艦砲は DPM 重視で MK46。 ただし長弾なんかもあるから確実に強いってわけではないぜ。防空も DPM を意識してパラシュにします。自動艦砲にもなってくれる優れもの防空、こちらを今回全てセットにして今ならお値段に割引。いつから始まってたんだよ船の武装の特用パック。ということで実際の戦闘を見てみましょう。今私たちがいる場所は大体この辺ですね。海戦の場所がまさかの琵琶湖。この戦いは琵琶湖の所有権を争う三重県と福井県の争いですので、当事者いねえじゃねえか。先ほど狙っていた2隻は遊覧船のごとく前に進み続けたので見えなくなりました。相手にされてなくてさ。なので私はいつものポジションに来て敵艦を待ち伏せすることにしました。いつもの場所ってのはこの辺のことだな。ここに来るとなんだか実家のような安心感があるからね。戦場でそれを感じるのは普通に完成バグってる。しかし安全地帯のはずなのになんだか体力劣勢ですね。もしかしてこの前船のカスタムとして廃棄艦直艦にしたのがよということで敗北しました。割と安全な場所で敗北してるじゃねえか。つまりこの世の中に本当に安全な場所なんてないんですよ。このチャンネルにいらないからそういうメッセージで。ということでやっていきましょう。3戦目。3戦目は強襲空母のシュトルムでやっていくわけだな。もちろん今回もしっかり無課金編成でやっていきます。強襲空母の無課金編成はかなり需要がありそうだな。ということで今回のシュトルムの編成紹介。今回は無課金編成という縛りの中でやっていきますので、対戦は最初から諦めて対艦と対空を意識した編成でやっていきます。それでも攻撃と防御はしっかりとやれそうだな。まず母艦ミサイルは前試合でも使っていた日本の40式ミサイル。グレランに関してはぶっちゃけ無課金だと特別強いものはないので、ここはお好みでどうぞ。そんな調味料みたいな選び方ねえだろ。攻撃機
はまだ追加されて新しいけど課金攻撃機と肩を並べる強さの J26、 特にこの攻撃機はホバリングできるところが強いよな。爆撃機は無課金のくくりだけでなく全体を見ても強い爆打でいきます。この爆撃機には安定した強さがあるよな。戦闘機に関してはグレランと同じで特別強いものもいないのでここも何でもいいです。選ばれ方があまりにも不憫すぎる。あとは自動艦砲をラピッドにして今回の編成は完了。ここは防御力意識だな。ということで母艦操作に画面を映します。すでに敵艦2隻と車線が通ってるわけだな。おそらく私のミサイルの軌跡から場所はすでに特定されてると思いますので、ここは爆撃機を出撃させて迎撃に出ます。この時大事なのは2隻に惑わされずに1隻に集中することだよな。2隻同時に攻撃しようとすると火力が分散されちゃうからね。一口コンロのガスコンロに鍋2つセットするようなもんだからね。いねえだろそんな使い方してる人。一応参考画像を出そうとググりましたが近い画像すら出てこなかったのでそこはご容赦を。誰も求めてないからそんな画像。ということで2隻迫ってきてるうち1隻はキルアシストではありますが撃沈しました。ナイスキル。残りの1隻も攻撃機のホバリングを利用して撃沈。これが今回の攻撃機の強さだな。そしてちょっと試合が進んでもう1隻母艦と車線が通ったのでそちらを攻撃します。今回は母艦との距離感が攻撃機のミサイル射程内ですのでホバリングして常に弾薬を補給しながらリロード時間もカットして連続で攻撃します。空母の補給リソースは減るけどかなり素早く撃沈できるんだよな。ということで無事敵艦撃沈。しかし母艦操作に戻ってみるとすでに体力ピンチですね。終わった。ほんと出がち感出す微妙なスタイル。しかも残り2隻の敵チームで2隻とも私を狙ってるからね。他の味方は何やってんだよ。修学旅行にでも行ってるのか。行くわけねえだろ修学旅行。コロナのご時世だから。そこじゃねえよ。ということでどうだったでしょうか今回の無課金編成。3試合中2試合負けてますけどね。今回の動画はここまでです。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。それぞれ概要欄にリンクがあります。他にもいろんな動画を投稿してるから過去動画も見てほしいんだぜ。面白いと思ったらぜひシェアをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。